睡眠の質を上げる呼吸法をお教えしますね。こんにちは、原町接骨院久松です。今回は寝る前のルーティンに睡眠の質を上げる呼吸法ということでお話しいたします。睡眠の質、体を回復させるのはすごく大事です。はい、質のいい睡眠をとるための呼吸法を今回は教えいたします。そしてこの動画をご覧になることによりあなたは睡眠の質を上げていくことができるようになり、疲労を回復することができるようになります。ではお話しいたします。睡眠の質を上げる呼吸法なんですけれども、2ステップで行います。まず1つ目です。1つ目は1秒間で2回の速さで息を吐いてください。とこのぐらいの速さで、これを60回やります。そして2つ目は鼻から3秒かけて息を吸ってください。そしたら口から5秒かけて息を吐いてください。これを5回繰り返します。この2つのステップで呼吸を行うことにより回復のスイッチである副交感神経がしっかり入ってリラックスして睡眠の質が上がります。睡眠の質が上がることによりしっかり疲労が取れて、あなたの体はいい状態で生活できるようになります。ぜひこのように、リラックスするための呼吸法をやってみてください。ポイントなんですけども、一つ目の息を吐く方なんですけども、必ず1秒間2回早い速さでやってください。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、とゆっくりのペースだと効果ありません。必ずと、このように速い速さ、1秒間で2回の速さでやるようにしてみてください。そしてこの間の息継ぎなんですけども、うまく途中でね、あなたの息継ぎしやすいところで息を吸うようにしてみてください。どのタイミングでやればいいかっていうのは特に決まってないので、あなたが息を吸いやすいタイミングで、この時に息を吸ってください。で、うまくね、やってみていただけるといいです。そして、二つ目の呼吸なんですけども、しっかりと鼻から3秒かけて吸って、口から5秒かけて吐き出す。これもね、時間を守ってやるようにしてみてください。これをやることによってね、しっかりとね、リラックスできます。そのようにして、このね、二つのステップで呼吸をすることによって、睡眠の質が上がれますので、ぜひぜひ、今夜から、毎晩の寝る前のルーティンとして、活用してみてください。ということで今回の話もう一度復習すると、睡眠の質を上げる呼吸法2ステップでやります。1つ目は1秒間に2回の速さで息を吐き出します。これを60回、という速さで、息継ぎは好きなタイミングでやってください。そして2つ目、鼻から3秒かけて息を吸う。吸ったら口から5秒かけて息を吐き出す。これを5回繰り返します。これを寝る前にやることにより、副交感神経が高まり、リラックスできて、睡眠の質が上がります。寝る前のルーティンとして、今夜から取り入れてみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また、質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん上げていきます。ご興味ございましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。